ははいこんにちえっと今日はですね先日名古屋市天白にあるねコンボ社員に行ってきましたけどそちらの方のねお店の今日は第二弾ということでえっとですねキムコ GP125Y のスクーターのね詳細の動画を作ってみました。 えー、比較対象で近いのがねえー、とヤマハのアクシス Z になりますねえー、まあ価格、えー、価格も同じでくらいで、えー、車体重量も大体、えー、寸法的に大きさもねほぼ同じアクシス Z、えー、になりますのでね確かねアクシス Z は、えー、車体重量は 100kg で、え、片や GP125 は 106kg でねまあ6キロぐらいの差ですねあと前後タイ,タイヤの方もね10インチという同じということでねまああとスペック的にも馬力とかですねほぼ同じ感じですねまあ少し違うとすればまあシート高がねアクシス Z が7 7 0ミリに対してまあ GP125 が 7 4 5ミリでまあ2 5ミリ低いんですかねはいあとちょっと違うのはね燃料タンクの、えー、大きさがアクシス Z が、えー、5 5リッターに対して GP125 は4 5リッター1リッター少ないですね、えー、GP125 の方がねえー、あと GP125 の燃費についてはちょっとね 分からないので、まあ、比較できませんが、まあ、多分、えー、燃費の面ではね、えー、ブルーコア搭載のアクシス Z の方がね有利かと思われますはい、えー、そんなんでまあざっとあれなんですけどねあと、まあ、コンビニフ細かいところではコンビニフックがちょっと1つ多いんでしょうか、えー、GP125 の2箇所ついてました、はい、シートし下フロント前あたりにも1箇所あったしあの,あの ハンドル下にも、ね、通常の場所所あとまあ USB 電源とかももちろんついてますし、まあ、シャッターキーのあれの閉じるやつもついてますけどまああと、えー、メーターでは、まあ、GP125 はスピードメーターがついてましたかね、はい、スピードメーターじゃなくてあのタコメーターですかねはいえー、そんなんですえー、今日のとこは以上になりますご視聴ありがとうございました